ピンポンパンパーン。今回の動画はオンリーチャンネルのケセラセラ歌ってみたが初めて公開された7月27日に収録されたものです。再投稿されたケセラセラ歌ってみたとは異なる部分があるけど、そこのとこよろしくね。どうもこんにちは、ワルサキです。こんにちは、リサです。みずみ TV へようこそ。まあまあ、はい、常日頃から思っていることがあります。ほう。なるようにしかならないんですよ、世の中ってのは。わかる、それはすごくわかる。そういうもんなんです、人生ってのは。そういう風に思ってきました。人間諦めは肝心と。生きにくい世の中だね。ほんと、なるようにしかならないよ。ただまあちょっとかけ離れちゃうね、そう言っていくと。え、諦めるなっていう歌じゃないのこれ。なんとかなるさ、ケセラセラ。うん、諦めるとはなんか違うよ。絶対違う。諦めないでってことだよ。なんとかなるから。あ、そうなの？そっちだよ。ごめんね、俺ね、今回聞いてません。聞け。忙しすぎて。歌見て出てから、最速で今動画撮ってます。ちゃんと本人の後日談とか聞いてから撮るんで。いつもはね、うん、公開された日に収録ということで。すごい。一回も聞いてません。え、そうでしょ？本当に本当に。じゃあ撮るなし。いや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 、ママがいっぱい聞けた。聞けたと言っても限られてるからね。まだ3回4回しか聞けてないからね。いや、今回ちょっと忙しすぎて。そうね、やることいっぱいあんね俺。最近仕事も忙しいしね。そう、最近仕事忙しいのよ。当たり前なの、平日は。今日は今日でね、別のことをしたんでね。そう、まあ、これも後日動画になるんだけどね。そうだね。うん、ママの推し活がありすぎて困った。困ってます、悪い詐欺困ってます。はい、今回、はい、今回はオンリーちゃんなんで、ボンさんも撮ったし、オラフ君もメンも撮ってて、オンリーちゃんスルーするわけにはいかないと。オンリーちゃんファンきっと待ってくれてると思うから。待ってた？うん、一緒にお話ししようって。むしろ教えてほしいね。そうだね、多分今回パパとママはそんな多くは語れないので、逆にコメントでここが良かったとかコメントで教えてほしい。うん、そう言ってくれれば気になってもう一回見ます。あ、絶対見る。そう、割とコメントで書いてくれたところは見るんで。見るよね。うん、あの前のさ、麺の歌見たの時もさ、 URL 載せてくれた人いたじゃん。確かに。あのウルトラソウルここで歌ってますよっていうのを2件ももらって。びっくりした。俺見に行ったもん。見に行った、マオ見に行った。うん、両方見に行きましたよね。ヘイってやったよ。ウルトラソウルヘイって。2回歌ったってことだよね、要はね。そうだね。うん、コメントもちゃんと見てるし、ちゃんと気になって見に行っちゃうし。うん、はい、みんないつもありがとう。ありがとうございます。というわけで今回オンリーちゃんの率直な感想いいですか？お、率直で。オンリーちゃん声高いね。お、俺も今日から高音になろうかな。なんか前回と違うな。このケセラセラってパパ知ってた？そもそもこの歌知らない。てかミセスグリーンアップルは知ってる？知らない。いや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 。え、ダンスホール知ってるよね？知らないよ。嘘でしょ。え、あ、歌ってるのは知ってるよ。オンリーがダンスホール歌ったからダンスホールを知った。あ、そうなの。うん、エンタメに疎いよ。そうか、歌見たがあるから世間を知れるのね。まあ、なんかいつもママはボカロじゃないのがいいなってよくメンバーが出すたびに言うんだけど、言ってる言ってる。まあ、オンリーちゃんは多分ミセスグリーンアップル好きなんだよね。もうダンスホールもそうだし、まあ、マロ君の方のチャンネルになっちゃうけど、青夏ミセスグリーンアップル率が高い。あ、全部同じ人なの？全部ミセスグリーンアップルですよ。へー。だから言ったんだよ、ダンスホール知ってるよねって。あ、そうなんだ。うん。で、ミセスグリーンアップルの曲ってすごく高いの。基本的にカラオケで一般人が歌おうとすると原曲キーでは歌えず、だいたいみんな下げます。へー。で、その中でもケセラセラはすごく高音だって言われてる曲をオンリーは歌いこなしてることにびっくりしました。歌いこなしてた、ちゃんと。ちゃんと裏声を綺麗に使い分けて、地声からの裏声の変え方がうまい。急にフワンって変わるんじゃなくて、綺麗に切り替えられるんだよね、この子は。うん、いや、普通に歌うまいですよ、オンリーちゃんは。うん、だから、聴いてて耳にいいですね。これもじゃあ再生リスト入りかな。うん、いきますね。多分今日のうちに 3,4 回聞いてるんで、明日から多分自動再生になりますね。あ、なるほど。完全に。うん。実は1回だけ聞いてます、作業しながら。この動画を撮るために1000件のコメント全部見てきました。あ、それを見ながら聞いてた。そう、オンリーのファンってオンリーに似てるのか、みんな真面目なのね。ああ、
でもそうかも。コメントのほとんどが高音が素敵ですとかありがとうございますとか、うんうんうん、そういうコメントがほとんどです、はい、マジでほとんど。ここでピックアップするようなちょっとクスッとしちゃうようなコメントっていうのがほとんどなかった。1000件見てで、麺の時はさ結構あったのよ、うんうんうん、ちょっとクスッとしちゃって、うんうん、ニヤニヤとかってしちゃったりとかさ、あこれピックアップしたいな、あこれもしたいなっていうの結構いっぱいあったんだけど、うんうん、今回マジでない。しかも長文が多い。もうみんな語りたいの。そう、オンリーちゃんに愛を伝えたい。その愛はオンリーちゃんに伝えればいいから今回俺はピックアップしませんでした。はい、もう泣け足のちょっとこれはいいんじゃないかっていうコメントだけピックアップしてきました。あったんですね。で紹介します。はい、3つ。1個目、うん、もう紅白出れる。お無理です。持ち歌じゃないんでね、さすがに無理です、うん、カバー曲で今までで紅白出た人っているのかな。いなくはなさそうだけど、でもちょっと違うよな。え、次、いいな、私もやったりますわ。何を何やるんだろうな。あ、この歌詞かな、まだ頑張れるよみたいな感じの歌詞だから。ああ、なるほどね、うん、そういう意味で私もやると、うん、そうだよ。夏休みの宿題かな。頑張れ頑張れ頑張れ、早くやりなさい。夏休みの宿題7月中に忘れるんだよ。最後、はい、まずはじめに土下座をしてみました。だよね。そのベタなツッコミやめて。だってもうそれしかないでしょ。まあ、土下座してみたんだって。うーん、土下座してたら画面見れないからね。そうだね、正座をしてみたのかなと思って。そう言いたかったんだと思う、うん、だよね、うんうん、よかったよかった、ちゃんと画面も見てあげてと思って。オンリーちゃんファンはちゃんと言いたいんだよね、すごいとかかっこいい済ましたくないんだよね。そう、っていう以上が面白いコメントでした、はい、もう1000件全部見たけど、動画撮影してる時にコメント欄1500。うわすごいね。1.5倍。もう無理、もう明日には2000件よ。やだやだやだ。いや別にコメントするのはいいんだけど、俺はもうチェックしないよ。そうね、ダンスホール560万再生ですから今、すごいですよ。お兄ちゃんの歌見たわ、本当に毎日伸びる。大丈夫、うん、そうそれ、うん、知ってんだ。、うん、知ってるよね、うん、そこだけ覚えてる。うん、だからこの歌もきっと伸びるでしょうね。このミセスグリーンアップルの曲でさ、まだ新曲とかあるのかい。全然、これはだってミセスグリーンアップルといえば今のアーティストですから。あ、そうなんだ。うん、だからパパ知らないのよ。俺昭和しか聞かない。そうだね、今一番人気のグループのカテゴリーに入ってんじゃないの。あ、そうなの。まあ、要はさ、ヒゲダンとかいるじゃん。あ、それは知ってる。それ知ってるでしょ、うん、と同じラインにいると思うよ。うん、今の子は多分知ってます。全員、俺の知識がまた一個増えたわ。そうだよ、まあ、すごく爽やかな曲を歌う人たちですね。じゃあ今後もきっとミセスグリーンアップルの人たちの曲を音量歌っていくのかな。歌えそうだと思うよ、うん、この感じだと。なんかね、コメントにもあったんだけど、次はライラックかなって言ってたの。あ、そういう曲もあるのかなと思って。ありますね。あるんだ。あります。じゃあそれかな、うん、次はどうでしょう。もうすぐ100万人いくから。なんか昔さ、次の歌見たは100万人まで出しませんって言ってたはずなの。でも今今回90万人出した。出してるよね。ってことは100万人は100万人であるのかなってちょっと思ってるんだけど。あるんじゃない。ありそうだよね。でもあと2万人で100万人いくよ。すごいね。すごいと思う。もう来月行っちゃうんじゃない。行くと思う。もう夏休みできっと行きそうだよね。ああ、でも歌見たが出るのはまたさらに先かな。そうだね。オンリーちゃんの一番最初の歌見たが3年前のインフェルノだと思うの。インフェルノ、これもミセスグリーンアップルなんですよ。この時の声と全然違うよねっていうことを言いたかった。お、インフェルノの時はちょっと機械的な感じなんだけど低音なの。そしてまあこっちの歌の方が好き。低音でかっこいい系です。まあまあ低音好き。そうそうそう。でも歌は断然今の方が上手くなってるから頑張って練習してる。じゃあもう一回歌い直してもらえばいいんじゃない。こっちを、うん、あ、そう、機械的なものを入れないで今のオンリーちゃんの声で歌ってほしいわ、はい、はい。というわけでね、次はドズルだなという方。そうだよ、ドズル出したらちゃんと感想するから、ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。お願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。バイバーイ。